小川淳也、消費増税で大炎上。8日にデイリー新潮が立憲民主党の小川さんが2014年に著書において最低保障年金の導入と保険料負担の引き下げを条件に消費税率を最大25%に引き上げることを提唱したと報じ批判が殺到しております。現状日本においては国民の皆様が幸福し、幸負担は求めておらず、日本政府は 中福し中負担の政策を進めておりますが、まあ、この小川さん、このような消費増税だけではなく、共産党や令和新選組との合併まで主張されてしまっておられますので、まあ、その時点であり得ないと言わざるを得ませんが、小川さんには国民の代表たる国会議員として、現状国民の皆様が、有権者の皆様が、これ以上の負担を 求めていないということを、まずは理解していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。